の、従軍自体なんですけれども、まあ、基本は英語と、あともう一つの言葉は、話せます。で、教育基準も、割と高いです。で、ただ、少し、デメリットしてと言いますか、一つの、海外から、従業員のマネージャーに、そうですね、派遣するのに、複数の、機関の、承認が必要なケースがあります。で、まあ、例えばその、製造関連の、ビザであれば、その製造の、まあ、ミニストリーに、の承認が必要です。とかというような、そうですね、少しそのビザを取得するのに、時間がかかってしまうケースはあります。